武士道、それは侍の魂です。未来に希望を抱き、今この瞬間に全力を尽くします。ポーランドの地で侍の魂を皆さんにお見せしましょう。漢字奥向き。ゆっくり霊夢です。ゆっくりヨウムです。私たち大宮アルディージャを応援している人にとって、とんでもないニュースが8月31日に発表されました。悪いニュースは嫌ですよ。だって今 J3 降格の危機が迫っているじゃないですか。奥向き漢字選手がポーランド一部のグールニクザブジェー期限付き移籍することが決定しました。え、嘘でしょ。当分奥向きくんのプレイを見れないってことですか。グールニクザブジェの公式 Twitter によると、買取オプション付きのレンタル移籍とのこと。つまり買取オプションが行使された場合、奥向き選手は完全移籍となります。ということは実質完全移籍ですか。フロントはなぜ奥向きくんを引き止めなかったんですか。ヨーロッパへ挑戦することが奥向き選手の夢だからしょうがないです。彼の夢ならしょうがないですね。ポーランドのグールニクザブジェの皆様、奥向きくんをよろしくお願いします。彼はドリブルが非常に上手な選手です。積極的に中に切り込んでいく選手であり、チャンスを多く作ってくれます。彼の力になる応援をよろしくお願いします。大宮ユースの選手で初めて海外挑戦する選手です。私たちも応援しますので、奥向き選手をよろしくお願いします。ここからは最近の大宮の話をします。ポーランドの人も見れるようにしますので、引き続き見てください。今回大宮の対戦相手はロアッソ熊本。プレイオフ圏内にいる強いチームです。結果はどうでしたか。1対0で負けたよ。良いチャンスは何度かあったけれど、それ以上に相手に攻められる時間が多かったです。やはり奥向きくんの抜けた穴は大きいですね。次の甲府戦が心配でしょうがないよ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていってね。